はいどうも皆さんこんこ今回はですね、えー、私のクランが入っているクランのですねクラメンが、えー、完璧なもう私も見て完璧だと思ったゴレビズというのがあったので紹介していきたいと思います早速見ていきましょうこちらですねまずはウォールブレイカーが隠しテスラにやられましたね右端でそしてゴーレムが2体投入されましたここでやっぱそして後ろからヒーラーうん何ともすごいですね、うん はいそしてもう大量のウィザードが来ましたねはいそしてえー、っとここでババキン先輩が来ましたねここでアイアンフィストを発動して中にどんどん侵入していって、えー、さらに、えー、ウォールブレイカーとバネのバネじゃないわそのジャンプの呪文を使ってババキン先輩が中にどんどん侵入していってますそして右端ではなく中央の方の中央下を見ていただきたいんですけどもえー ゴーレムとですねねウィザードがいい働きしてますよ、ね、もうすよごいですねこれ本当にゴーレムが盾になって後ろからウィザードでこう順々焼くというのが本当にその何つうんだろうそのほ、うん本当にゴレウィズでしたいことが本当にできてますね、まあ、ヒーラーとかないんですけどももう死んじゃってますけども,もゴーレムとウィザード右のえ右のところのゴーレムのところを見てもわかると思うんですけども、えー 魔女,魔女が来てますね。いや、すごいですよね、ほんと。まだウィザード生きてて。こう、う私はこんなん、まずできませんね。もうできないです、本当に。そして、やっぱスケルトンとかが、また盾になったりするので、うわ、ウィザードがまだこの時点で相当いますからね。相当いますね。そして、ゴー、えー、ゴブリンなども投入して、そう、うわ、これは、 素晴らしいと言っても過言ではない、えー、攻めでしたね。まあ、ということで、まあ、クラメンがやられたという形になったんですけれどもいやちょっと久,し久々というかこんなに完璧な邪ひではなくてそのゴレビズゴレビズすごいなと思ってちょっと紹介しましたという話でした、まあ。これちょっと私も参考にしてゴレビズとかやっぱクラウン戦とかで、まあ、活躍していけるようになりたいですね。えー、以上ご視聴ありがとうございました。